もうすぐ参院選挙があるんですけど、まあ僕はほとんど政治にはあまり興味がないというのか、まあ政治に興味を持ってしまうと、多分イライラするんですよね。政治に対して詳しい人であるとか、政治のことを考えてる人って大体怒ってる人多いんですよね。なぜなら多分政治に何か期待しても全然その通りにならないっていうんですかね。今までも公約とかなんだいろいろ言ったとしても全然その通りにならないと。消費税は上げませんとか言ったのに上げたりとか、もうめちゃくちゃなんですよね。だから政治なんか全然興味を持つ方が精神衛生上良くないっていうんですかね。しかし NHK 党の立花さんだけは僕は見ててすごい面白いんですよね。もう娯楽的な面白さがあるっていうんですかね。政治っていうよりは、なんていうのか、このアイデアがものすごく面白いんですよね。普通の常識的な考え方では全く考えつかないような作戦で、いろいろ、NHK を良くしようとしてると。もう見た目は NHK どころか社会を悪くするんじゃなかろうかっていうふうに思われてるとは思うんですけど、ずっと順を追って見ていると、なるほど、次はそういう方法で来たかと。で、これが失敗したら次はそれするのかみたいな、めっちゃ面白いんですけど、今回また笑ってしまったのが、立花さんのツイッターでつぶやかれていて、この写真いいですねっていうことで、まあ、有志の NHK 党応援の方が、ポスターを作られたんですよね。北野武監督のアウトレイジっていう映画を模した、ポスターっていうんですかね。それで、そこに候補者の顔が載ってるんですけど、左上からセクシー女優、芸能界の裏側暴露、これはガーシーですよね。日本最大の動画サイト創設者、FC2 の社長なんですけど、で、翼の党代表と。この人はまあまともだと思うんですけど、ホリエモン秘書。で、山本太郎もいるんですよね。元セクシー男優。これはニコニコ動画で人気がある横山みどりさんっていう方なんですけど、まあ、久保田学さんっていう方で。で、元日本第一党副党首と、これはもう極右ですよね。で、最後は元ヤクザなんですよ。本物のアウトレイジも入っていると。これで選挙に挑むっていうところですよね。こんな政治家が今までいただろうかと。なんて言うんですかね。多分こういうことをされることに対して、すごく不快な気分になる人って多分結構いると思うんですよね。でも、僕的にはそういうふうな考えになるのはもったいないなと思うんですよね。なんて言うんですかね。こういう行動してる時点でもすごく面白いやんってなってしまうんですよね。どういうことやと。まあ、僕は立花さんの動画とかよく見てるので、なぜこんな風になっているのかっていうのはわかるんですけど、これ一般の人が見たらどういうこっちゃっていう、その候補者の、なんて言うんですかね、そのポテンシャルというのか。まあ、ここで多分一番票が取れそうなのはガーシーさんなんですけど、ガーシーさんがどれぐらい票を取れるのかっていうところなんですよね。普段選挙に行かない人が、こういう人たちが立候補することによって、選挙に行く人がどれだけ増えるのかというところは、まあ、謎っていうのか、わからないんですけど、立花さんのそういう作戦っていうのか、行動っていうのは、やはり、目が 離せないっていうんですかね。そんな斬新な考え方あるのかと。これがすごく勉強になるんですよね。僕がアートをやっているので、アートこそまさに常識的な、右とか左とか見てみんながやってるのと同じようなことをやっていてもしょうがない世界なんですよね、アートっていうものは。だからすごく面白いなと思いながら見てるんですけど、今度の選挙はどういう結果になるのかはわからないんですけど、すごく面白いなと。この立花さんのその NHK 党のこういう行動に比べたら、他の党、なんかいろんな党が新しく出てきたりもしてますけど、やっぱり面白みがないんですよね。で、なんていうのか、期待感がないっていうんですかね。真面目にやれっていう話かもしれないですけど、それは表面しか見ていない人の話なんですよね。表面だけ見ていても、物事ってやっぱりわからないんですよね。もう表面だけ見てもふざけてるっていうのはわかるみたいなことは思われる可能性もあるかもしれないんですけど、これが立花さんの動画を見ていると、なるほどなと。そういう作戦でやってるからこうなっていくのかっていうのがわかるっていうんですかね。だから、すごく僕は面白いんですけど、世間の受け止め方からしたら こんなアウトレイジっていうんですかね。こういう候補者を立てるっていうところで、ふざけてるとか思われて、票が入らないような、心配はあるんですけど、僕は NHK が、
スクランブル化してほしいので、とはいえ NHK は嫌いじゃないので、別に全く見ないっていうことはないので、僕は NHK 受信料は払ってるんですけど、まあ立花さんの活動がものすごく面白いなという、画像は多分使うとちょっと著作権の問題があるので、本当はこう出したいんですけど、アウトレイジのポスターっていうのか見せたいんですけど、またそれはリンク貼っときます。以上、芸術をぶっ壊す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。